聴衆に向かって演説するエヴァペロン演説とは、議会や民衆などの前で、自らの主義、主張を話すこと。スピーチとも言う、演説とも。現在の日本においては、日本国憲法において、結社、表現、思想の自由などが認められているため、公共の場所ならいつでもどこでも、常識の範囲内で演説することができる。また、私有地においても、 総応の許可を取れば演説が可能である。日本では一般的に選挙運動期間中に繁華街の駅前などでその選挙区の候補者の演説を聞くことができる。遊説ということもある。選挙運動期間以外でも特定の政治団体などが演説会を開催している場合がある。また、議会などで議員が壇上で自らの主張を述べるのも演説といえ、 信頼内閣発足時に慣例として行われる所信表明演説はその全文が新聞に公開されるのが常である。なお、日本語の演歌は明治の自由民権運動時代にできた言葉で演説が語源である。演説という表記は福沢諭吉と慶応義塾関係者による造語である。当初、福沢の出身地である旧中津藩で上心に用いられていた。 演説書という文書があり、下の字はあまり俗なり、同音の説の字に改めんとしたことが端所である。1874年6月27日、第一回三田演説会が開かれ、会員、福沢諭吉、尾小畑徳次郎ら十四人が演説した。これが演説会の始めとされることがある。ニルデイ社のわけで、教えを演べ解くこと、法を人々にわかりやすく解き明かすことを言う。 前述の福沢幸吉等の翻訳以前は、主にこちらの意味で演説という語句が使われていた。ありがとうございます。